ヤンヤーコプマリア・デ・ホロートは、オランダの中国学者、宗教史学者。新末の中国の民間信仰や、宗教の歴史の研究で知られる。首都に、中国宗教制度がある。聖は、デフロート、デグロートとも記される。中国名は高野デ・ホロートは、スヒーダムに生まれ、1873年から、植民地の中国語通訳官になるために、 ライデン大学のグスタフ・シュレーゲルに学んだ。1876年から1878年までアモイで復権語を学んだ後、バタビアで通訳として働いたが、病気のために1883年に帰国した。同年ライデンで開かれた東洋学会でエミール・ギメと知り合った。バタビア時代に出版した。 アモイの年中行事に関する著書によって、1884年に、ライプツヒ大学の博士の学位を取得した。デホロートは、オランダ植民地省に働きかけて、1886年から1890年に、中国を採訪し、中国の風俗や民間信仰を調査した。中国宗教制度はこの時の調査をもとにしている。デホロートは調査するだけでなく、 妊婦を福建から直接オランダ領東、インドに送るための組織づくりをも行った。さらにデホロートは、ギメ東洋美術館のために心臓などの収集を行い、その功績によって、フランスからレジオンドヌール勲章シュバリエを受賞した。1891年に、ライデン大学のオランダ領東インドの地理及び民族学の教授に就任した。しかし、肩書きと異なって、 実際には中国を研究し続けた。シュレーゲルが没すると、その後任として1904年に中国学教授に任命された。1911年にベルリン大学に移り、没するまでその任にあった。1881から83年にオランダ語で書いたアモイの年中行事はフランス語改訂版が、ギメ東洋美術館から出版された。 1883年にボルネオで公文会が暴動を起こすと、それを契機にボルネオ家人社会の講師制度の研究を出版した。ただし当時はボルネオの講師はほとんど機能していなかった。1893年には中国の仏教に関する著書を交換した。主著の中国宗教制度は6冊が刊行されたが未完に終わっている。当初は 全6部になる予定だったが、第2部までが出版された。中国における宗派と宗教迫害は、疑話団事件を反映して書かれた。中国が宗教的に寛容だとするのは誤りで、儒教は伝統的に異端に対する迫害を行ってきたとする。1908年にアメリカ合衆国で中国の宗教に関する講義を行った。1九百十年から翌年にかけて、 再び、アメリカを訪れて中国宗教史の講義を行った。中国の儒教、道教、仏教は三つの異なる宗教ではなく、古代からの宇宙の宗教を共通に持っていると、主張した。ベルリン時代に、ウナバーシズマスを出版した。マックス・ベイバーは、儒教と道教を表す際にでローとの強い影響を受けた。ありがとうございます。